どうした？何をやっとんじゃ、ベジータのやつは。違いますよ。それは父さんじゃなくて、敵と体が入れ替わっちゃってるんです。ほうほう、それはまた決体の技じゃの。本来の歴史だと、ギニューと入れ替わったのは悟空くんだったわよね。ええ、そうです。またトアとミラが何か仕掛けているのでしょう。やつらのことは俺に任せて、あなたは歴史の修正に集中してください。
これも俺の指導の賜物だな。さあ、いいものやるよ。タレスを止めて、新生児の身を食べさせる気よ。どうなってんだ。タレの気が急に吹っ飛ぶ。新生児の身か。あれはわしら神にしか食べることを許されておらん生涯の恥。あなたの神様の人を与えるな。タリスを育てるのに星が満足して殺してしまいよ。タリスはそのものを隠し持っている。まったく罰当たりなやつじゃ。これも俺の指導の賜物だな。Ginyu 隊長、参上、出動。
ニュー隊長、すいません、全体をスペシャルファイティングフォームで参加したんだぞ。取れることではないぞ貴様。すいません、まさか隊長がボディチェンジされているとは思わなくて。だから来た、何度二人とも油断はするぞ。すみません、お待たせしました。ギニュー、俺の体を返すの。返せと言われて返すバカがいるか。安心せ、お前の体は世界一、私が有意義に使ってやる。てめえ悪そうな顔してんけど、ここなんだな。よし、あいつらを一気に片付けちまうぞ。この六三国人、まだ順位を見てなく、あの、できれば一気に決めるんじゃなくて、さっき言った彼は倒さないでほしいんですが。どういうことだ、おめえ、あいつと友達なんか。いや、そういうわけじゃん。
コプン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 まだ顔を見るんだよ。ワクワクとギニューが入れ替わるなら正しい歴史も流れてみる。そうです、まだギニューがもう一度戦争に立てれば元の歴史に戻せるので。待て、なんでオラがそこにいんだ。お互いの体を交換する。そんなことが。これも俺の指導の賜物だな。これまでの動きから察するに、ターレスとスラックにトワとミラが協力しているのは間違いないわね。一度は何とか撃退した相手だけど、トワの科学技術は厄介よ。ミラとは以前も戦ったことがあるんですが、かなりの実力者でした。大量の霧エネルギーを受けて復活したミラはさらにパワーアップしているはずだわ。油断は禁物ということじゃな、ノートランクス。はい、先ほどはすみませんでした。まんまとトアの罠に引っかかってしまいました。お恥ずかしい限りです。本当よ、もうもう少しで歴史がめちゃくちゃになるところだったわ。トアの悪知恵もミラの力も侮れないわよ。俺たちは二人でミラを追います。あなたは引き続き歴史改変の修正をお願いします。歴史改変か。
やあ、